8番街西24番通りへ急行せよ。パトロールが攻撃されている。協力に感謝しているわ。管理官、こちらディビジョンエージェントのフェイラウ。暗殺作戦フェーズ2の一環として大統領と DHS のディレクティブ51により権限を与えられている。誰か知らないけど総攻撃を受けてる。援護が可能かわからないけど、まあ助けてくれるなら何でもいい。どうやってこの無線に。こちらに任せろ。味方は撃たないように注意すること。オーバー。ユニット43、ディビジョンエージェントがこれから現場の応援に向かう。やっと応援を呼んだのだ。今すぐよこせ。こうしたら階段で助けが必要だ。アルキレス、側面に回り込め。行け行け行け。状況は統制下にある。公式報告？リビ
ビジョンに尻拭いをしてもらった。ブラボーチーム、報告ありがとう。注意しろ、油断は禁物だ。無事でよかった。これから基地を立て直す。中を見て回って。やっと移動手段を確保したから、私もそっちに向かってる。これからだ。エージェント、基地を機能させて人々に街を取り戻してるんだってことを示さないと。作戦基地もポテンシャルはあるけど、現状は人手不足で全く役には立ってない。ここを機能させるにはすぐにでも相応の人員が必要よ。例えば医師、マディソンスクエアガーデンの野戦病院をウイルス研究者が仕切ってる。今はまだめちゃくちゃだけど、彼女さえいれば医療設備を稼働できる。でもいないと。JTF の指揮官ベニデスは戦場で連絡が途絶えてる。連れ戻して。警備塔を機能させるには彼が必要よ。みんなの士気もかなり上がるはずだわ。基本的な設備も修復しないと。まずは電力、それと情報ネットワークね。その対応をしていた人員は途中でトラブルに巻き込まれたみたい。彼がいないと光はない。アイザックは基地各部のマップを表示してそれぞれの進捗を同期できる。これで全体像の把握が可能。基地が安定すれば街の状態も良くなる。警備棟に必要なのは愛情とベニテス隊長。彼の人気は大したものよ。街から敵を排除するのに必要な情報と武器を提供してくれる。技術棟はひどいことになってる。でもローズがいくつか秘策を持ってるみたい。復帰できればだけど。元 PMC よ。多分あなたが想像してるより物事をよく分かってる。きっと役に立つ。見逃しまうぞ。ですが大変らしいぞ。現状医療棟は使い物にならない。ウイルス研究者を迎え入れたらウイルス発生源の調査が可能になる。それに私たちが使う物資ももっと調達できるようになる。あのアンテナが稼働すればあらゆる機密情報が手に入るだろう。ねえ、最悪よ。足がこんなことになったから悪いけど現場には出られそうにない。でもやれることをやる。ここからね。どれほど現場に出たかったかなんてわからないでしょう。こんな時のために生涯を通して訓練してきたのに。でも想像してたよりひどいわ。私たちは人と親密になってはいけない。いざという時に邪魔にならないように。私もそうしたけど結局無理だった。情が移ったの。好きなの、人も街も。必ず取り戻すわ。さあ、肩を貸すよ。ありがとう。ありがとう。頼りにされてる。失望はさせられない。
エージェント、中には多くの敵がいる。医療棟を機能させるには人質に取られたドクター・カンデルとスタッフを基地に連れ戻さなければならない。ここで援護する。繋いでくれたらカンデルの居場所が分かるかもしれない。侵入した。見つかるといいけど。カメラの映像は見える？カンデルとスタッフは負傷者の手当てをさせられている。だからまだ殺されていないんだ。上のレストランに人を集めているようだ。敵は多い。でも遮蔽物をうまく使えば敵の標的にされずに片付けられるはずだ。
ランデルたちはまだ上の階だ。ホビーズのキッチンに隠れている。ひどく荒らされてるらしい。父がこの有様を見たら悲しんだだろうな。昔ここで一緒に試合を見たのよ。両親が生きてたらこんな目に遭ってたかと思うと。でも全力で前に進もうとする人たちはまだいる。私たちはそういう人たちのために戦っている。やろう。コービーズに行くには汚染エリアを通らなければならない。前はそこで多くの人が治療を受けていたが、皆奴らに撃ち殺された。気をつけろ。
を低くして静かにするのよ。屋根から攻撃を受けてる。屋根に登って敵を排除するまで身動きが取れない。身動きが取れない。誰かが敵の攻撃を止めてくれないと生きて渡るのは不可能だ。すぐに当たれ。屋根にエージェントを送った。カンデルとは合流できたか？ああ、彼女とスタッフは到着した。屋根の敵がいなくなれば安全に移動させられる。
療スタッフを無事に移動させられた。カンデルと全スタッフを確認。負傷者はいない。いいスタートだな、エージェント。私が援護できればよかったが、これはこれで素晴らしいチームだ。基地に戻ったらカンデルと話してみよう。彼女は力になるはず。誰かと思えば。ガーデンの件はありがとう。ひどい職場環境には慣れてるつもりだったけどね。まあこの場所も褒められたものじゃないけど、設備は古臭くて人手不足なのに患者は列をなしてる。どうにもならない。最善を尽くしてはいる、ドクター・カンデル。もし何か意見があれば喜んで聞くわ。分かってるわ。文句ばかり言うなってことも。でもこいつに打ち勝つには今は何よりも情報が必要よ。じゃあ一つ情報を。ドクター・ゴードン・アマーストがアウトブレイクに関与してるとセラは確信してる。なんてこと、あのクズ。彼の研究発表は暴動を招きかねないものだった。関与してるなら話をすべきね。メモやノート PC、 近い友人、彼に関するあらゆる情報が必要よ。生体サンプルや抗体についても話すべきね。忙しくなるわよ。あなたは？分析するわ。命を救うの。じゃあ早速取り掛かるわ。見事な改良ね。もっとお金をもらってもいいんじゃない？
成功です。繰り返します。フェーズ1は成功。流れも安定してるし、タンクも大丈夫です。了解。フェーズ2での、このトンネルは外の世界から食料、医療品、武器を手に入れる重要な供給線。でもボートたちが爆発物を使って隔離エリアを脱出。JTF の守備隊が最善を尽くしてはいるが、押され気味だ。もしボートが水門を爆破すれば、トンネルは水に沈み、供給線は断たれ、多くの命が失われる。ベニテスが戦闘のただ中にいると情報を得た。現地を制圧し、ベニテスを基地に連れ戻す必要がある。こちらベニテス隊長。インカーントンネルの検問所に大至急応援を求む。クソ野郎どもが壁をぶち壊しに来た。水門を爆破されれば全てが水に沈む。
隊長、奴らはトンネルに向かっています。手当たり次第撃ちながら。くそ、まるでイナゴの大群だな。絶対に通すな。ベニテス隊長、こちらフェイラウ。私たちディビジョンエージェントが防衛線を狙う敵を排除した。必要な支援ができるよう、あなたを私たちの無線に組み込む。そいつはいい知らせだが、悪い知らせもたっぷりある。突破した奴らがトンネルの水門に爆薬を設置している。地獄に行こうが洪水を起こそうが、とにかく脱出する気だ。爆弾が爆発すればどっちになるかは分かるだろう。処理に部下を送る。援護を頼む。ライターズに注意して、私はこれを解除する。
危なかった。目的のためならいくらでも殺す連中だ。上へ来い、制御室で落ち合おう。何が残ってる。誰か知らないが会えて嬉しいぜ。今はあんたを頼りにしたい。なぜなら、大仕事が待っているからな。よく聞け。いい知らせと悪い知らせがある。ディビジョンエージェントの応援を確保したが、外の連中は手を緩めるな。根っこのチャンスだ。
なたみたいに見てて。私に勝てると思わないで。突撃されないように。エージェント、お友達がこの先にスナイパーを配置してるみたい。注意して。
脅威を排除したそうだな。俺も仲間もニューヨークも感謝感激だ。これから護衛と一緒に基地に戻るところだ。そこで話そう。よくやったエージェント。水門を爆破されていたら重要な供給線が失われていた。これでベニテスには警備棟に戻ってもらえる。そこで会いましょう。Thank you.
エージェント、胸くその悪くなる映像を見つけた。あのボートどもはまるで獣物だ。ラウが見れるようにアップロードしたそうだ。ここには十分にウイルスがあると思うが、カンデルはさらにハドソンヤードでサンプルを採取してもらった。ちょっと来て。ベニテス隊長がコーヒーまで見つけたわ。カーマンの店を通りかかった時にな。さて、俺たちの守備範囲はミッドタウンからロワーマンハッタンだ。俺たちを含めて誰も島から出られないからな。現状最大の問題点は人手不足だ。現在のところこの近辺の大半は犯罪分子が占拠し支配している。ライカーズにクリーナーズ、ギャングども、1ブロックの確保もできず、秩序や治安すら保てていない。止められる人間がいないから、クズどもは野放し状態で好きに物を奪い、好きに人を殺してる。じゃあまずはこの辺を片付けなきゃいけないのね。住民が食料と医療援助を受けられるように。そうだが、心は悪党だらけだ。あんたらの力だけじゃ到底手に負えるとは思えないな。悪気はない。だが狼に餌を与えるようでな。狼は私たちよ。そうか。そういうことならもっと狼を送るとディビジョンを説得した方がよくないか。当面はこれ以上送れない。町の奪還を連邦捜査官に頼むとはな。何か情報が届いたら真っ先に知らせる。幸運を。幸運を。素晴らしい。こいつが設置されたことでかなり心強くなった。するなよ。不要な危険は犯すな。